皆さんこんにちは、山田奈々です。今日はなんか YouTube を撮ろうと思って、2回目か、第2弾何しようかなと思ってさ、どうしよう、今日は、お菓子でも作るか。お菓子でも作りましょうか。ね、そうしましょう。おうち時間が増えて、普段作らなかったおやつとかをたまに作るようになったんですけど、こう YouTube とか Instagram とか見てたら、チーズテリーヌっていうのを見つけて、テリーヌっていうのがどういうものか知らないんですけど、まずは作ってみたいと思います。じゃあ早速作っていきまーす。さあ、まずはクリームチーズ、これを 200g 入れます。結構ね、もう1時間ぐらい前からね、室温に戻してるから柔らかくなってると思う。いや、むしろ柔らかくなりすぎてやばいかも。いい感じに柔らかくなってた。ほれ。あ、ちょっと酸味が効いてていい感じ。クリームチーズ入れて美味しくならないことないからね。続いて、ヨーグルト 100g 入れまーす。飛んだ。さあ、混ぜ終わりました。混ぜ終わりましたので、続いて生クリームを 70ml 入れまーす。いい音。おー、楽しい。あー、でもちょっとなんかこう酸味の強いチーズクリームの匂いがしてきた。チーズケーキみたいな匂いがしてきた。いい感じ。ほら、見て。いい感じに混ざってるよ。では、続いて、グラニュー糖を 80g 入れまーす。ザラザラしてるわ。山田家は、昔はお母さんが結構、キティちゃんとかのホットケーキを焼いてくれてたりしてたんですよ。昔はね。妹も多分おやつあんまり作らないでしょ？弟に関しては、ケーキとか甘いものがあんまり好きじゃないから。あ、でもね。やめとこ。よし、いい感じ、混ざってきた。さあ、では続いての工程に行きます。続いて卵を2個入れます。私の見事な卵さばきをご覧あれ。いい音、この卵の。聞こえる？最高の音。
じゃあこれをこちらに入れていきます。色合い。さ、できました。いい色合い。最後、薄力粉を入れます。で、薄力粉を20g入れます。残念ながら本当はね。もう見えてた。残念ながらこれは本当は粉ふるいにかけながらお菓子作りをやった方がいいって書いてるんですけど、私んちには粉ふるいがないのでこの茶こしを使って入れたいと思います。使えるもんね。だってこうやって入れて、あ、落ちてる落ちてる、意味ない、あー意味ない意味ない意味ない。これで何回かに分けて、震えてるこれ、こうか。カワプロン、見えるの普通の家。何でですか？この子。第2弾。できた。え、これで終わりじゃない？できました。オッケー。あとはこれを専門の容器に入れて、専用の容器に入れて焼きます。オーブン予熱するの忘れた。え、汚っ。ちょっと予熱して。え、汚っ。さあ、ではもうそろそろオーブンも予熱が終わりそうなので、じゃーん、型に入れていきます。いい感じに入ってる。さあ、ということでオーブンを170度に予熱しているので、あとは40分ほど、湯煎焼きっていうのをしていきます。では、チーズテリーヌを焼いてる間に私の今日のリップと、チークをご紹介します。興味あるかな。ゆきち、足なめんとけ。何よ、元気だね今日も。オペラ見える？オペラです。もうオペラ何本目っていうぐらいオペラ使ってる。すっごい使ってるかも。今日はオペラリップティント06番ピンクレッドです。なーに、こんな感じ。チークは今日ね、ちょっとねチーク濃いめにした。見える？キャンメイクのクリームチーク、もう結構ハゲてるぐらい使ってて、クリームチークはねずっとキャンメイクのこれ使ってる。結構クリームチークにするとさ、肌の質感というか、なんか肌がじわーって感じがして好きかもしれない。私あの粉チークよりもクリームチークの方が好きです。ということでこんな感じでした。ようやく焼けました。めっちゃいい感じ。こっちからかな、普通。やっば、マジスフレ。もう一個ぐらい切るか。
プルプルすぎてさ、倒されへんもん。ほら。ほら、倒れへんねんけど。プルプルすぎて。いただきます。寝かせるともっとチーズテリーヌっぽくなります。そうや、みんなありがとう。第1弾の YouTube を見てたくさんのコメントと、あ、見てくれてると思ってすごく嬉しかったです。これからも頑張っていくので、ぜひともまた皆さん見てください。